手ごわいシミュレーションやり始めたら眠れない。というわけでどうもこんにちは、岩澤ステイムンです。いや、やっと配信されましたね、こちらファイヤーエンブレムヒーローズ。もういきなりですけどね、始めていきましょう。完全初見プレイなんですよ今、たった今インストールしたばっかなんですけどね。日本決定。読んでないけど同意する。任天堂アカウントの登録を連携する。ほう、なんかギフトもらえるんなら特に越したことないよね。やっとくか。ファイヤーエンブレムヒーローズ。例の音楽だ。なるほど、そうだよね。こっちが今歌ってる、こっちの方が正式なやつなんだろうね。僕がさっき歌ってたのは、なんだろう、だいぶ昔の CM のやつなんですよね。わあ、すごいな。なんかかっこいいイラストがどんどん横に流れていくね。ああ、いい足してんな。わあ、かっこいいですね。なんかみんな向こうの方向いてたりするけど、何があるんでしょうかね、向こうの方に。じゃあとりあえずスタートしますか。おい、あ、音もそのまんまだ。おっと、新しいゲームデータが公開されています。更新データのダウンロード、これ時間かかるやつだね。ほうほう、なるほど。待ってる間にキャラクター障害が見れるんですね。マルス、あー、知ってる。チキ、ドラゴンになる子だ。ロイ、スマブラに行ったね。行きましょう。リン、この人強いんだっけ。ルフル、あー、これあれだ、主人公だ。ルキナね、覚醒に出てきましたね。おー、もう、あー、この辺は知ってる。これ説明の上に書いてある。大丈夫よ、分かったわ。あ、押すと喋るんだ。あ、待ってる間もこれ楽しいね。アルフォンス、エルリック、これはなんかさっき起動した時に映った人ですかね。シャロン、おー、この二人が、はい、今回のこのスマホ版の主人公ってことかな。アンナさん、なんかいろいろ売ってくれる人だっけ。これで一周か、うん、そしたらでもうダウンロードがね 81% まで来てますね。とりあえずダウンロード終わるところまでカットしましょう。オープニングが始まります。なんだ、あ、 CG だ。誰、綺麗だね、やっぱりスマホで見ると。うわー、すごい。この二人がこのスマホ版の主人公かな。さっきも言ったけど。お、何これ、お、嘘、シャア、なんか来た、すごいな。喋んないよ。おう、見たことある人。このフードの人は誰？あ、姉さん。カラフル。おう、見たことある人たちがたくさん出てくるね。おっと、この子も敵？おう、あなたの名前を教えてください。岩下スティーブンですよ。漢字使えるのかな、使えるか。はい、オッケー。これで登録と。破傷第一節。あー、読めなかった。お、いきなりアンナさん。大英雄様、イニシエの伝承通り、あなた様こそが滅亡を、もう読めない、この国を救う救世主として。ってあれ、あなた本当に伝説の英雄？なんかそうは見えないんだけど。ここはどこって、あなた一体どこの異界から来たの。ここは、いたぞ、うわ、何、物騒。エンブラ兵がもうこんなところにまで。あなたは下がってて、敵は私が何とかするわ。もうこっからチュートリアルかな。移動しましょう。まずは移動。あー、ぬるぬる動く。なるほど、スライドで行くわよ。おお、なるほどね。相手のターンと。さあ、攻撃よ。今までのシリーズと一緒だね。攻撃、無理の嫌いのか。おい、あ、風に隣行ってくれた。おお、攻撃のためにカットインが入るんだね。2回攻撃した今。あ、もうほんとまんまだね。
上官としてこれぐらいはね。上官だったの。ステージクリア。おお、まず動かし方か。ふう、なんとか片付いたわね。私はアンナ、アスク王国の特務機関の長よ。私たち特務機関は英雄たちやその世界を敵の手から解放することを任務としているの。英雄って聞いたことない？そう、あなたの大会にはいないのね。この世界には無数の異界に通じる扉があって、向こう、扉の向こうには数々の英雄たちがいるの。なるほど、今までのシリーズのあのキャラクターたちってことだな。さっきの敵は隣国エンブラー帝国の兵。奴らの狙いはあらゆる国の支配。私たちの国も今まさに敵国に侵略されようとしているわ。私は祖国を救うために特殊な双眼儀式を行った。そして現れたのがあなたなの。俺か。あれ、もう第二節。伝承に曰く、伝承に曰く、真の鍵ブレイザブリックを捧げよう。さすればいかゆるブレイザブリックを打ち放つ真の英雄が現れるであろう。というわけで、この神器ブレイザブリックはあなたが使えるらしいんだけど、でもこれ変な形してるよね。打ち放つって言っても弓には見えないし、どんな形してんの？また来た、見つけたぞ。こっちだ、革命。しつこい連中。敵の数が多い。私一人じゃ。お、ついに呼ばれた。名前呼ばれた。あなただけでも今のうちに逃げ。お、なんか怒る。おっと、私はビオール。とある国から流れてきた美しき貴族だよ。来たからには華麗に活躍させてもらおう。僕が戦うんじゃないんだね。これは英雄。おう、俺召喚、いや身に覚えないですけどね。協力して敵を倒しましょう。なるほど、2人倒せるんだ。1マス離れた敵を攻撃できるわ。喋った。あー、よかった、ありがとう。ちょっと低い声で喋るの疲れてきてたんだよ。ってことは、なるほど、移動は1個だけど攻撃範囲にいれば乗せれば、あ、移動してくれる。移動場所があれだよな。まあでもとりあえず攻撃当たったわけだ。で、このアンナさんをまたさらにちょっとここに、本当だったらここに置いて、あー、できない。なんか置いて攻撃っていうコマンドができてたと思うんだけど、できないのかなこれ。あ、でもなんか倒したわ。でもアンナさん体力やばいな。オーディ、星影が発動できるようになったわ。奥義スキルを持っていると何回かの戦闘に1回奥義が発動するの。やり方は今までの攻撃と同じ。さあ攻撃よ。おう、あ、なんか紫色っぽくなったね。奥義が使えるってこと。はい。おお、任せてあげる。おお、なるほど、演出が入るんだ。またレベルアップ。ほいほいほい、なるほどね。勝ってたわね。ありがとう、イワスト・スティーブン。召喚のおかげで命拾いしたわ。あなたすごい力を隠していたのね。私たち特務機関の人間でも英雄の召喚なんて誰もできないの。え、できないの？やっぱり私の目に狂いはなかったわ。あなたこそ私たちの国を救う真の英雄。そして英雄使いの資格を持つ召喚師なのよ。サモナーってこと？というわけで、これからもよろしくね、イワスタ・スティーブン。なるほど。おっと、これはガチャができるやつじゃないの？ 15 個。オーブを15個もらいました。これもういきなり引けんのかな？はい。おっと、またダウンロード開始だ。待ちましょう。はい、やっと終わった。ストーリーマップ、序章、視点の世界っていうものかな？なるほど。召喚もできないのかな？あ、できるのか。召喚、なるほど。召喚石の色イコール属性。続けて召喚すると消費オーブがお得。なるほど、もうできるのかな。もうやってみますか。今15個だから3回できるんだね。確か聞いた情報だと、このファイアーエンブレムのアプリは他のと違って、大体なんかどれを出ても最終的にはランク5、星5というか最高ランクまで到達するらしいんですよね、ちゃんと育てれば。ほう、ピックアップ
いろいろあるんだ。伝説の英雄編、秘めた思い編、あ、今この2つなんだね。どっちがいいかな。とりあえず普通っぽい、これからやってみるか。召喚、あ、1回につき5個必要なんだね。いや、どうしよう、いきなりもう最高ランク出ちゃったらどうしようかな。あ、選べるんだ。じゃあ一番上のやつ、ほいっと、何が来るかな。演出がどんな感じかまだ全然わかんないんですよね。なんか普通っぽいな。おお、星4。一番いいのでいくつだっけな。 5だっけ。続けてやる。あ、召喚するのになんか1回やったからかオーブが消費量が減りましたね。召喚に4つになった。ちょっとじゃあ次緑やってみようかね。どうせだったら別属性のやつをね。なるほど、この中の出るやつは決まってんのかな。さあ今星4が出たからね。緑だとなんだろう、おっさんが出てきた。イカれる闘士バートル、戦士バートルとは私のことよ。わはは、我が力とくと見るがいい。あんま強そうに見えないな。一旦終了。ちょっと次もう一個ピックアップ、もう一個の方やってみよう。こっちの方ね、カミラ姉さんがなんか欲しいな。3色あるね今回は。この1色だけのにしてみるか。無色、無色か。あ、書いてあるんだね。弓や杖など無属性の英雄を召喚。青は、槍や聖魔道っていうのかな。青属性の英雄。そうか、赤は赤魔道。なるほど、青やるか。ほいっと、カミラ姉さん青って感じしないけどな。さあ来るか、いいの。実は普通っぽいな。村人じゃん。ドニだ。こいつ育てると確か最終的に割と強いやつになるタイプのやつだっけ。なぜかぶってるよ。オラはドニだべ。田舎の村のしがない村人だけんど、オラにはオラのできることをするべ。なるほど、星3ですね。というわけで今回この3つが出ました。はい、というわけで今回はちょっと長くなるんでここまでにしときましょう。まだね、序盤しかやってないけど、普通になんかファイアーエンブレムですよね。はい、というわけで今回はここまでにしときます。衣装を貯めて召喚できるようになったら、なんかまた動画作るかもしれないです。というわけで今回はこちらファイアーエンブレムヒーローズの実況動画でした。それではまた。